車で行こうです。今日のオープニングトークはメルセデスベンツの新型スポーツカー SLS AMG、まあ、いよいよ発売されたわけなんですが、この SLS-AMG の特徴、今まで AMG というのはメルセデス・ベンツの作ったモデルをベースに作っていたんだけれども、これは AMG 専用モデルということなんですね。そして伝説のスポーツカー 300SL のデザインであるガルウィングとロングノーズ&ショートデッキを現代流にアレンジしたデザインも非常に魅力的です。まあ、今早速降りてきたのはメルセデス・ベンツ日本のニコラ新社長なんだけれども、なかなか似合ってたね。いやー、かっこよかったですね、うん、そしてエンジンなんですけれども、 AMG が独自に開発した 6.3 リッター V8 571馬力という圧倒的なパワーを発揮します。まあ、この F1 をご覧になったことは見たことがあるかもしれないんですが、この車実は今年のセーフティーカーとして走っているんですよね、うん、そして気になるお値段はなんと2430万円だそうです。これはね、マンション買うつもりで35年ローン組めば買えるかもしれないなすごいですね、うん、はい、というわけで参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎、今日も買う車、エンジン for the life。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのは浮上初のクロスオーバービークルとなる3008です。まあ、この車セダンの上質さと走り、そして SUV の力強さ、それからミニバンのような広い室内、その3つを1台でやってしまおうと、非常にこう贅沢なコンセプトの持ち主ですね。3008はプジョのラインナップの中では最も背が高いモデル。もう室内も天井も大型のパノラミックルーフがついていて開放感がありますし、また本当に広さがあるんですよね、うん、そうだね。で、まあ、広さだけじゃなく、なんといってもこの3008の大きな特徴がデザインですね。非常にユニークなデザインをしていると思います。まあ、初めて見た時に僕が思ったのはこの顔、笑う猫だなと思ったんだよね。プジョーらしいすごくこうシャープなヘッドライトをつけてるんだけれども、大きなグリルがなんとなく雰囲気をね、和らげていて、非常にこう可愛らしい、ぬいぐるみみたいな抱きしめたくなるような顔だよね。確かにそうですよね、うん。まあ、プジョーっていうと乗り心地のいいモデルが多いんですけれども、まあ、空間と走りで、まあ、どんなドライブ感覚を与えてくれるのか、うん、とっても興味深いですよね。そうだね、まあ、そういう意味では、まあ、メーカーの人はこの車すごくプジョーらしさを重要視したと。まあ、プジョーってすごく素直なハンドリングを持っていて、なおかつ乗り心地がいいですよということを売り物にしてきたんだけれども、今回のこの3008ではその乗り心地がねすごく自慢だっていうことだったんで、まあ、そこら辺が僕としては結構楽しみだったんだよね。というわけで、まあ、今回この3008、一体どんな走りを見せてくれるのか、試乗をしてみました。まあ、女性としてもこの車どういうような走りになるかっていうのは結構気になるところでしょ。気になりますよね、うん、特に後部座席なんかは、うん、高さがある分いろいろ使いやすそうなので、うんうん、家族で使ったらどうかとか、お友達と出かけてどうかとか気になりますよね、うんうんうん、確かにね。まあ、そういうわけで3008で試乗してきました。 VTR ご覧ください。Engine for the life。 はい、今日はプジョーの新型クロスオーバーカー3008に試乗しています。まあ、この車クロスオーバーということで、セダンの走りや快適性、それから、SUV の力強い外観ですね、それから、まあ、ミニバン
の広さというようなものを全部一緒こたにしてユーザーに提供しようという新しい発想の車です。こうして乗っていて一番特徴的なのがやはり視点、アイポイントの高さですね。308ベースになった308よりもおそらく100ミリぐらいは軽く高いと思うんですが、非常に見晴らしがいいです。加えて窓の面積、フロントもそうですし、それから頭上のガラスルーフあたりからもすごく明るい光が入ってくるんで、室内の明るさ、開放感、これは抜群ですね。このインテリア、ダッシュボード周りの質感、これ相当高いです。ミニバンであるとか SUV であるとかというよりも、ちょっとこう高級なセダン風の、インテリアなので、そこら辺も、308が狙ったセダンの高級感みたいなところっていうのはしっかりと出ているんでしょうね。この3008で面白い装備があるんですけれども、ヘッドアップディスプレイですね。運転席から今外を見ているんですけれども、窓に今現在何キロで走っているかっていう車速が出ています。いちいちこのメーターまで目を視線を落とさなくても今走っている速度が分かるというのは、すごくこういい運転しやすさにはつながりますよね。今ワインディングロードに入ってきました。この車ご覧のように背が高いということは重心が高い、重心が高いということはコーナーでステアリングを切っていった時にロールが起きやすいという、そもそもそういう素性を持っているんですが、ところがこの車非常に安定して走りますね。こうギューッと切っていっても本当にグラッとくるようなロールがありません。でもっとさらに言うと速いステアリング操作ですよね。こうグッと切ってやる、こういうような何か前に危険障害物が出てきて急にハンドルを切って避けるみたいなステアリング操作をしても、すごく車が安定してるんですね。で、実はダイナミックロールコントロールという特殊なシステムが組み込まれていて、ハンドルを切ってコーナーではロールを抑える、でも直進状態ではサスペンションをそんなに硬くしないで乗り心地を良くするという、特殊なサスペンションがこれついているんですが、それの、効果が実際に運転しててもしっかりと感じられるようになってます。エンジンは 1.6 リッターのターボですね。で、1.6 リッターなんですけれども最大トルクは240ニュートンメーターというのは、普通のエンジンでいくと 2.4 リッター、2.5 リッターぐらいのトルクがあるということです。しかもその最大トルクは1000回転ちょっとで出ているので、こうして今3人プラス機材なんですが、上り勾配でも全然アクセルを深く踏み込まないで、楽に走っていきますね。この3008という車は本当にその欲張りなコンセプトを持ってるんですね。で、それを1台で実現するっていうのは、口で言うのは簡単なんですけれども、実はハードウェア的にはすごく難しいチャレンジだったと思うんですね。プジョーのそのハードウェアを作る能力っていうのは、こう3008乗ってみて大したもんだなと思いましたね。やっぱりね、これ乗り心地が実際に乗ってみたら想像以上に良かったよね。いや本当ですよね。プジョーらしいしなやかな走りに加えて、シートもかなり大きめのものが、体をしっかり支えてくれるのも良かったんですよね。そして車内はですね、とにかく室内空間が広くて、308のハッチバックに比べて、15ミリ程度、広い幅を持つことで、上手にそれを生かしているんですよね。そして、室内もアイポイントが高くてガラス面なんかもかなり大きいので、とっても開放感が高いんですよね。またラゲッジルームなんかもとっても便利で、本当にいろいろ使えてしまうんです。見てください、このシートの長さ、結構大きめに取ってませんか。でこれ縦方向もそうだけど横方向も相当広いしね。これは室内明るいしファミリーカーとしては相当いいよね。そうですね。で上下分割式のテールゲートが使われているので、重さ200キロまでならあのようにベンチのようにして座れるそうなんです。200キロだったら相当な重量の人が座っても大丈夫かな。そうですよね。はい、
というわけで続いてはインポーターの方にこの3008についてじっくりと伺っています。一旦 CM です。プジョーにとってクロスオーバーカーっていうのは今までそんなにはなかったですよね。なかったですね。これ初めてです。はい、はい、もう本当にいいとこ取りをした、うん、セダンのいいところ、はい、ステーションワゴンのいいところ、うん、モノスペースのいいところ、そういったものを取り入れた全く新しいジャンルの車ですね、うんうん、なるほど。で、まあ、こういった新しいジャンルの車が加わると当然そのお客さんユーザー層なんかも広がるんではないかなと思うんですけれども、はい、このあたりいかがですか。事実にヨーロッパではですね、うん、非常にこの車販売に貢献しています、うん、そういったこともありますので本当に新しいお客様新しい、うん、お客様がどんどんこのプジョーというブランドに入ってきております、うん。まあ、プジョってあのライオンマークがあって、はい、あとその乗り味なんかも猫足なんて昔から言われてますけど、はい、ちょっと猫顔してますよねそうですね、うん、とっても猫の顔ですと思います、うん。3008の特徴の一つに非常にこう広々とした室内があるんでちょっと乗ってみたんですけれども、僕感心したのはこう座ってる位置上がったのにドライビングポジションがなんか非常にこう普通のハッチバックと同じ感じなんですね、はいはい、実はですねポールジョイント部をですね3箇所作ってますので、はい、うんうん、角度乗用車と同じようにするようにしています。ああなるほど。そうすると乗用車のポジションのままこうちょうど上がったと。はい、まさにそうですね。で、まあ、今回このエンジンと6速の AT ですけど、はい、この6速の AT よくできてますね。ありがとうございます。愛信性なんですけども、第2世代の6速オートマチックトランスミッションと言われてまして、うん、非常にスムーズで、はい、レスポンスの早いトランスミッションですね、うん。何かそのプジョーの4速 AT のいい部分っていうのを受け継いでる感じがするんですよねそうですね、はい、ありがとうございます。そのレスポンスの良さなんてところは、はい、うん、でまたこれがインテリア見てこうなんか3008っていう名前にしてはえらい立派だなと思うんですけど、はい、ちょっとやはり上質感を、ね、追求したというのがこのインテリアの特徴ですね、であとこのトグルスイッチ、はい、これも新しいプジョーの試みだと思います、うん。まあなんか本当に407とかそこら辺のクラスともこう互角な感じぐらいまでね上がってきたなという感じすらありますよね。そうですね、はい、うん。で、まあ、荷物を積むっていうことに関していくと、はい、これもかなり工夫が凝らされてますよね。はい、テールゲートがですね上下2段式上下2分割式のテールゲートですし、うん、あとフロアボードもですね高さを変えることができますので、うん、荷物の区分けですとかあと見せたくないような荷物も下に入れられて、うん、する工夫も凝らされています、はい。まあ、このあとグラスルーフなんですが、はい、これは標準ですかオプションですか。はい、標準ですか、はい、あそうすると、プレミアムもグリフも両方ともついています。なるほどね。これはまた大きいですね。そうですね、 1.6 平方メートルぐらいありますね、うん。まあ、プジョーの特徴の明るさと開放感をもたらしてくれますね、うん。やっぱりそのシトロエンなんかもそうだと思うんですけどフランスのメーカーは明るさってなんでこんなこだわるんでしょうね。まあ、やっぱり太陽の強さという部分もあると思うんですけど、うん、この明るさと開放感でスポーティーさを演出するということも言えてますね、うん。なるほどね。まあ、今まで結構そのヨーロッパの車作りってセダンはよりセダンらしくとかハッチバックらしくって結構保守的な部分あったと思うんですけど、はい、最近変わってきましたね。そうですね、うん、いろんなニーズに対応していく車というので、うん、私どもでもこの M1 セグメントではいろんな車を展開しているおります、うんうん。まあ、そんな中でこの3008がヨーロッパでも大ヒットしてるっていうのはすごく新しい風を感じるわけなんですけれども、はい、新しさといえば、まあ、今回 1.6 リッターのターボなんですが、はい、ハイブリッド版もあるよというアナウンスありますね。はい、欧州市場では来年2011年からこの車をベースにしてディーゼルエンジンでハイブリッド4という車を発売いたします、はい。うん、まあ、ディーゼルエンジンは燃費がいいエンジンですけれどもプラスハイブリッドということで、はい、さらに燃費がいいでもっといいってことになるんでしょうね。そうですね、はい、うん。このあたり日本の、まあ、ユーザーとしては、はい、かなりどうなるのかななんて気になるところではあるんですけれども、はい、私どもとしても日本にぜひ持ってきたいということで、うん、今非常に本社に交渉している最中です、うん。で本社の方でも真剣に考えておりますので、うん、まあ、もしかすると何らかの形で将来お見せすることができるかもしれませんですね。なるほど、はい、それ楽しみですね。はい、ぜひ楽しみにしててください、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではここでプジョー3008の評価に行きたいと思います。はい、
僕の評価はこのようになりました。丸は足回りです。プジョーの足回り本当にハンドリング素直でスポーティーで扱いやすくて気持ちがいい、そういったものをこの3008持ってます。でなおかつ乗り心地がすごくいい、この足回りは乗ってみないとわからないんで、ぜひぜひこれはディーラーに行って試乗車乗ってみたらいいんじゃないかなと。そうするときっと目から鱗が落ちると思います。バツ、革シートの座り心地としました。これね、シートの座り心地、革シート悪くはないんですよ。全然むしろいいぐらいなんですけれども、ただ、上級グレードの、下のグレードですね、プレミアムという下のグレードがつけている布シート、この座り心地が抜群にいいんですよ。ですから、両方比べると布シートの方が非常にフランシェらしいタッチ、優しいタッチの持つシートなので、比べると革シートちょっとあれかな。ただずっと2年3年4年と座り込んで革が馴染んでくると、こっちもきっといい座り心地になるんで、ただ新車の時は布シートの方が僕は好みでした。はい、はい、丸のポイント、私はですね、これは走りの気持ちよさと快適性です。走りについては、背が高いのに高いレベルの運動性能を持ってますし、とても安定感も得られていて安心して走れますよね。そして快適性という意味で見ますと、柔軟性のある足回りはとっても乗り心地を良くしてくれていますし、また静粛性も高いんですよね。そういった意味では友人たちとのドライブもファミリーユースも、家族全員が主役になれる車として使えるんじゃないのかなと思いました。そしてバッテン、これは左フロントの見切りの部分ですね。この車 A ピラーがかなり奥にこう落ちている感じになりますので、運転席はちょっと座面を高く上げてあげないと、ちょっと前側の視界が若干悪いです。このあたりはそのシートポジションを工夫しながらやっていただけると、より気持ちのいいドライブが楽しめるんじゃないのかなというふうに思いました。はい、では続いて CM の後は藤友愛をお送りします。のコーナーです。さて今回のお題はこちら、200周年プジョーの今とこれからです。2010年はプジョーの創立からちょうど200周年にあたります。先日東京ミッドタウンで行われた200周年の記念イベントでは、近未来のプジョーを体験してしまいました。6月18日から20日の3日間東京ミッドタウンでプジョー200周年イベント、ザ・プジョー・ユニバースが行われ、多くの来場者でにぎわいました。会場では今回紹介した3008やスポーツクーペの RCZ といった最新モデルを展示、さらにはタッチスクリーンで車のさまざまな情報にアクセスできるプジョーバーチャルショールームも設置され、プジョーブランドの魅力を分かりやすく伝えていました。これ iPad みたいに自分で操作できるんだね。これボディカラーもいろんなカラーがこの中で出てきて、内装なんかもよく見れるんですよ。さて走り好きの藤友として気になっちゃうのがやっぱり RCZ。 正式発売はこれからですが、実車に座ることができました。この車内を見てみますと、フロントのここですね、大きな黒、アナログ時計をあしらったインテリアになっていたり、あと頭上はダブルバブルルーフという明るいこのガラスが入ってるんですね。そしてこの日の主役となったのが、日本初公開となるコンセプトモデル BB1 です。どちらが前だかわからないユニークなデザインですが、この車はなんと4人乗り、しかも電気自動車なんです。いや、これは本当にユニークな形してるよね。本当ですよね。この電池なんかもパイプの間なんかに入っていて、とてもすごいんです、そして特別に車内を見せていただきました。2人乗りのバイクを横に並べたような形式で、ハンドルはバータイプ、アクセルとブレーキもバイクと同じように手でコントロールするんです。そしてリアシートへはこんな風に乗り込みます。これスカート乗って乗れない、来たら乗れないねそうですね、よく選ばないと。BB1 は本当にこれ面白い車なんですが、全長は 2.5 メーター、シティコミューターとして考えられているんですね。
いやこのねサイズであれだけ4人すっきりと乗れるっていうのも大したパッケージだよね。本当ですよね、うん、でリアのホイールインモーターで駆動してるんですけれども、航続距離は120キロ、うん、そしてインテリアが全て革張りになっているんですが、ドアに刺繍なんかも入ってたりするんですよ、うんうん、なるほどね、まあ、こんなわけで近未来のプジョーの姿を具体的に体感できたんですが、まあ、RCZ から BB1 まで、まあ、本当に今後のプジョーはデザインの力を生かした、うん、本当にバラエティ豊かな商品がいろいろと出てきそうな気がしますよね、うん、そうだね、RCZ を室内に乗り込んでなかなか外観も含めて魅力的だなと思ったでしょ。僕はねあれ実はもう海外で乗ってんだよね。あ、羨ましいですね。あのね乗ってみるとスポーツカーっていうよりもすごくスポーティーに走るんだけれども、でも快適性もちゃんとあってっていう大人のスポーツクーペに仕上がってる。そういう意味ではアウディ TT のすごくいいライバルになりそうだね。まあ、楽しみですよね、うん、あとやっぱりプジョーっていうと今までデザインとかね足回りで語られることが多かったんだけれども、まあ、今後はディーゼルハイブリッドとか、まあ、今回出た BB1 のような新しい EV とかそういったまあエコっていうのかな、ハイテク、そういうものもどんどんやってくると。でも単なるエコハイテクじゃなくてそこにプジョーらしい何かが集まってるっていうのがすごく面白いところだよね。いや本当ですよね、うん、まあ、これからの100年プジョーがどんな車作りをしてくれるのかとっても楽しみです。以上藤友愛でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミヨン、ケーカースペシャル、ザ・マイカー、ドライバー、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、以上10紙の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。さらに今回はプジョー3008のミニカーを5名様にプレゼントします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はい、今回はプジョー3008を取り上げたんですが、うん、まあ、この車五郎さん、まあ、どんな方にお勧めできる車だと思います、うん、そこがねなかなか最初はピンとこなかったんだよね。というのも日本にも昔こういうコンセプトの車あったの。トヨタのナディアとか日産のティーノ、背が高くて広いんだけど2列シートっていう車で、あの時代消えちゃったんだよね、はい、でそうなると日本でどうなんだろう、この車難しいのかなと思いつつ乗ってみたんだけど、乗ってみて僕は印象がガラッと変わった。それはやっぱりこのいろんなクロスオーバー、いろんな要素をいかに高いレベルで両立するかっていうのがこの手の車のポイントじゃない、はい、それがやっぱり昔出てきて消えていった日本車と比べると3008はものすごく高いレベルにある。だから例えばそうだな、 SUVにちょっと興味あるんだけど、あれはやっぱり重くて燃費も悪いから嫌だなとか、それから室内の広い乗用車が欲しいんだけれども、デザインにもこだわりたい、走りにもこだわりたい、上質感にもこだわりたい、そういう、こうマインドを持っている人なんかにもおすすめだと思うね。あとこの車結構ホイールベースも長くて、うん、後ろのドアを開けた時の開口部もかなり広いですし、うん、あとこれまで の、 あの SW、まあ、ワゴンスタイルのモデルと比べて、うん、かなり高さもあるじゃないですか、うん、その子育て世代なんかもかなり付き合いやすいモデルになりそうですよね、うん、そうそう、だからやっぱり特に3列シートはそんなには必要ないよ、でも室内は広い方がいいね。でそれだけじゃなくてそこに走りとか上質感、個性的なスタイルっていうプラスアルファを求める人にはすごく魅力的だよね。本当ですね、うん、というわけで、今回は3008をお送りしましたが、次回の車で行こうはマツダクレマシーをお送りします。それではお楽しみに、また来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。